リオネル・ボクシスは、フランス、タルブ出身のラグビー選手。スタンドオフとして、フランス代表とスタッドフランスへパリでプレーしている。リオネル・ボクシスは、ラグビークラブ、ルエマルでラグビーをはじめ、2001年に15歳で、セクションパロワズに移り、2006年まで所属していた。持ち前の力強く正確なキックで、徐々に、クラブの正スタンドオフの座を占めるようになった。クラブは、 欧州チャレンジカップの決勝に進んだが、国内リーグでは悪い成績を重ねて2006年に降格した。同じ2006年、アンダー2 1のフランス代表のレギュラーとなり、ワールドカップに優勝。ボクシスはこの成功の立役者の一人であり、とりわけ南アフリカを相手に決勝で全24得点を挙げた。その結果、イブによって、 この大会の最優秀選手に選ばれた。クラブとアンダー21フランス代表での活躍のため、リオネル・ボクシスは、フランスラグビーの期待の星の一人に数えられるようになった。世界チャンピオンに輝いた後、スタッドフランスへパリに移籍する。新たに加入したチームでは、ダビット・スクレラとファン・マルチン・エールナンデスとの競争を強いられ、あまり出場機会を得ることができなかった。その後、 ダビット・スクレラと共にフランス代表に招集され2007年のシックス・ネーションズのイタリア戦で初キャップを飾り同年のワールドカップに出場する代表選手30人にも選ばれる。ワールドカップでは4試合目のグルジア戦にスタメン出場し24点を決めた。この活躍で認められ準々決勝のニュージーランド戦にもスタメンに選ばれ。 続く、準決勝のイングランド戦でもスタンドオフを務めた。2007年2月3日のイタリア戦で、初キャップ。ありがとうございます。